キア E193 系機動車は、東日本旅客鉄道の事業用機動車である、イースト ID の愛称を持つ、キア191系機動車の置き換え用として、2002年に新潟鉄工所で製造された、3両1編成が、秋田車両センターに配置され、自社館内の非電化区間の検測を目的として、走行するが、例外として、電化区間である。 戦績戦等の検測も実施している。本系列は、大雨本線、福島新城間、大局秋田間及び田沢湖線の標準基線と ATC 設置区間を除く JR 東日本の在来線全線の走行が可能となっている。運用範囲は JR 東日本管内の路線に限定されず、 JR 東日本の路線に接続する JR 貨物の路線の検測にも使用されるほか、毎年5月には北海道旅客鉄道の路線で、また JR 以外では青い森鉄道線、藍津鉄道藍津線、猛岡鉄道猛岡線、渡瀬、渓谷鉄道渡瀬渓谷線、鹿島臨海鉄道、山形鉄道フラワー長井線、京葉臨海鉄道、越後時きめき、 鉄道日本海ヒスラインなどにも貸し出され、出張走行をする。キア E193 から1信号、通信関係キア E192 から1、電力関係、キ菊屋 E193 から1軌道関係内部の、モニタリング装置相当連結機、マヤ50型を組み込んでの走行、DMF14HZB 直列6気筒、電気式燃料噴射制御の、 直接噴射式横形エンジンで MZC-MZ の各社にそれぞれ2台搭載している液体変速機、編集、MZC-MZ の各社に電気指令油圧制御変速機 DW22 をそれぞれ2台搭載する変速1段、直結4段で低周波数駆動装置、逆転機を内蔵するそもそも速ブレーキとして機関、排気ブレーキを有する 電気指令式空気ブレーキ装置を有するほか、直通予備、大切、そもそも即の各ブレーキを装備している。故障時は、他の自動ブレーキ車、電気指令式車と、非常ブレーキの読み替えができる、要救援ブレーキ装置を有する。また機関車による、無動力回送時は常用ブレーキの読み替えも行える。ボルスタレス式の空気バネ台車で、 同台車は二軸駆動の DT67DT67ADT66、付随台車は TR253 バイト TR253C となっている。軸距千は2 1 0 0ト、mm、ル。2017年5月22日、渡らせ、渓谷鉄道渡らせ渓谷線の水沼駅、花輪駅間の踏切で、中間車の気合192から1が脱線する、事故が起きた。 脱線した、キア E192 から1は2017年7月30日までは、高崎車両センター、高崎支所に留置されていたが、翌7月31日までに、秋田総合車両センターに陸送された。また、先頭車2両であるキア E193 から1と、菊屋 E193 から1についても、同年6月21日から翌日22日に、秋田総合車両センターへ、 配給輸送された。脱線事故後の運用復帰2017年11月7日から、キア E193 から1、キクヤ E193 から1の二両編成で運用に、復帰、青い森鉄道線で検測を再開、同年11月24日には小海線で、検測走行を実施した。その後は、事故前と同様に、非電化区間の検測に使用され、大岡鉄道や合図鉄道などの、 第三セクター路線の検測も行われているが、事故が発生した渡らせ、警告鉄道への入線は見送られている。2018年12月下旬には、秋田総合車両センター構内で運用から離脱していた、キアイン192から1を加えた3両編成の試運転が行われ、翌2019年2月14日に、越後時めき、鉄道日本海ヒスラインの検測で、 1> 約1年半ぶりに3両編成での運用に復帰した。この間、キア e 1 9 2から1の運用離脱によって、マヤ50型を組み込んでの検測が難しくなり、2018年3月にはディーゼル機関車検員によるマヤ550001、光オイラン単独での検索が行われている。ありがとうございます。